笑っていいとも。新春祭。笑っていいとも。新春祭。笑っていいとも。新春祭,いいと,新春祭とは、フジテレビ系列で、2004年1月5日2005年1月10日の年末年始である月曜日21時23時24分、JST に生放送されていた、森田和義アワー笑っていいとも。の特番である。正式な番組タイトル名は、笑っていいとも。 新春祭頭と体を使って選手権 SP である。モノラル放送を実施していた。総合司会は森田和義と火曜日レギュラーの中井正宏、スマップ。進行役は西山菊江、フジテレビアナウンサー。総合司会者であるタモリ、この番組では本名の森田和義名義で出演している。名称は新春祭。番組対抗戦形式で 笑っていいとも。の、オリジナルコーナーゲームで優勝チーム競う。出場番組は番組ごとにチームを組み、出場番組は1月スタートの新ドラマ、新番組チームと、笑っていいと、チームなどである。毎年、4月、春と10月、秋の改変時期に、年間2回生放送されている、笑っていいとも。春、秋の祭典スペシャルとは異なり、曜日対抗いいとも。 選手権をベースとしたスペシャル版という胸であり、スリッパ卓球、ニャニャニャミュージック、ボーリングなどを主に頭と体を使ったコーナーゲームで勝敗を競う。また、笑っていいとも。春、秋の採点スペシャルと得点システムは異なり、各チーム所持している得点をかけてゲームに挑戦。ゲームの勝利チームのみ、設定された倍率だけ得点が倍増して帰って、 来るが、残りのチームは、掛け点が没収される、途中、クイズ等で得点が増える救済措置的コーナーも用意、されている。また、笑っていいとも、名義ではあるがはスタジオが、新宿アルタではなく、港区大富士テレビの V4 スタジオから生、放送されていた。新宿アルタからセットを丸ごと持ってきて、組み立てているため、ドラマ出演者がほとんどであることから、 ドラマ収録のスタジオとの行き来だけで済むという利便性があることで、富士テレビからの放送になったという事情がある。ドラマ収録の合間にそのまま出演者は出演することになるので、普段バラエティ番組に出演しない俳優、女優を出演させることができるという利点もあった。ふとが優勝チームを示す放送日、二千四年に一月五日、月曜日、視聴率セント。 関東地区、ビデオリサーチ調べ。総合司会、森田和義、中井正宏、スマップ。進行、西山菊江、フジテレビアナウンサー。アシスタント、イワン、ジョン。放送日、2005年1月10日、月曜日。視聴率 20.、20.4%、関東地区。前年比マイナス0.3%。総合司会、森田和義、中井正宏。 スマップ、進行、西山菊江、フジテレビアナウンサー、アシスタント、イワン、ジョン、スリッパで卓球を行い、トーナメント戦で各チーム2組ずつ対戦し、ダブルス戦で戦うが、打順は関係なくどちらが打っても良い。サーブ権は、交互で各試合の勝利チームに得点が入る。優勝したチームには100万円が贈呈される。スリッパ卓球の審判は、 青木文紀が担当。マルチ画面に出題された、ある、おわ、なしの単語から、あるに共通するものを当てる。また、総合司会の中井正宏、スマップより先に答えたら、得点がもらえ、遅ければ、得点はなし。オッツは3倍。チームの1名が丸台に立ち出題された楽曲を90秒間で、にゃにゃにゃのリズムで歌い、他のメンバーが、 楽曲のタイトルを当てる。当てたら他のメンバーと入れ替わり、パスで最高曲数の1チームのみ得点が入る。オッツは2倍。謎々クイズが出題されるので各チームが答える、ゲームコーナー。オッツは2倍。出題者にまつわる3つのエピソードを AC に分けて紹介されるが1つだけが真実で、あり、あとの2つは嘘。各チームは嘘を見抜いて、真実を当てる。 一人目は総合司会である中井雅宏、スマップ正解は C、タモリが司会を務める音楽番組、ミュージックステーション、テレビ朝日系列での出来事。二人目は総合司会である森田和義正解は B、1996年9月13日、笑っていいとも。生放送分の観客はおじいさん、おばあさんだけだった。 三文字限定のしりとりゲームであり、指名されたチームは5カウント内で回答し、次のチームを指名していく。失敗した場合、そのチームを指名したチームに点数が奪われる。レーンに立っている1ピンを各チーム代表者が倒し、ピンを倒したチームに得点が入る。オッズは10倍。新春祭の企画終了の理由については詳しくは、不明だが、 視聴率が20%台を叩き出したにもかかわらず、2005年に、前年比で0.3%を下回ったことも、理由の一つと挙げられる。2004年、2005年と続けて1月の第2、月曜日の21時枠で放送していた、新春祭は、わずか2回で幕を閉じる形となった。大体として、新春祭を、発展解消。 企画終了リニューアルする形で200年は月9ドラマ最有機の放送枠の確保の都合上新春祭に変わる形で1月7日21時22時54分 JST のプレミアムステージ枠で新春祭でこれまで行われてきた一ピン倒し等のボリング企画のみをメインとした中井雅宏のスーパードラマフェスティバル2006として放送 1>, 1月スタートの新ドラマ4番組のみで争い、いいとも、チームや総合司会であるタモリが不在で、あたと、いいとも、の形式ではなくなった。しかし、各ドラマの収録現場いいとも、の、各曜日アナウンサーがレポートに来ていた。この番組は、生放送で、司会者は、中井正宏、スマップと、高島綾、フジテレビアナウンサー、当時が担当した。なお 2007年も月9ドラマ東京タワーをかんと,僕と時々おとんの放送枠の関係で前回同様1月6日21時22時54分 JST の土曜プレミアム枠で前日の中井の番組を中井正宏スーパードラマフェスティバル2007激突スターボーリングとして放送したその後毎年奇数月1月7月に 中井雅宏のスーパードラマフェスティバルを生放送し、たま数月、4月10月に、笑っていいとも、春、秋の祭典スペシャルを生放送しそれぞれ、各月第1月曜日に放送し、第2月曜日に放送されることもあった、2009年まで続いた。その、中井雅宏のも事実上企画終了となり、また2010年よりたま数月、4.10月、 第2月曜日に生放送していた、夜の笑っていいとも。春、秋のドラマ特大号も2011年10月より、企画変更し、同年10月10日に、タモリ、中井の手ぶらでいいのにドラマチックリビングルームが放送された、半年後の2012年4月9日に、その第2弾、タモリ、中井のコンビニでいいのにドラチックアウトドアが放送された。 2012年1月4日には、ほんまでっか。TV で冬ドラマ対抗戦が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。